か。下から来るぞ。
続いてこの1ヶ月で発生した類似事件の報告です。はじめに財務省の吉川事務次官、ご存知の通り国会答弁中に突如豹変し公文書の改ざんを告白しました。次に札幌中央市議会議員3名、本会議中に自ら汚職を告白して辞職。次、有名小説家の S 氏、突然の断筆会見を開き芥山賞を辞退、自らの作品をダサ作だと号泣発表、出版を拒否。続いて民放の看板キャスター、生放送中に出演者に愛を告白、振られる。そして最後、警察庁刑事局長が突如全裸になり省内を走り回って逮捕。何かおかしいかね、長谷川警部補。いえ、すみません。これらの多くは一部を除いて単なる珍事件として扱われていますが、いずれの事件も人格の急激な豹変が認められます。先に挙げた対象者は全て豹変する前までは精神に異常などは認められていません。つまり外的な要因がなければ考えづらい精神錯乱による異常行動です。精神錯乱？ただの偶然じゃないのか？誰かが人の心を操作してるとでも？先ほどの事件はあくまで一例で、全国的に類似事件が多発している状況です。やはり心の回答団。静粛に進行を続けたまえ。ありがとうございます、鏑木管理官。先ほどご意見が出たように当該事件は半年前まで世間を騒がせていた事件、心の回答団による改心事件の疑いがあると上層部は判断しております。な、しかし脈絡がなさすぎるんじゃないか？無差別にやってるようにも思える。動機も推測できんだろう。まるで愉快犯だ。以上の件を諸君に調べてもらいたい。なるだけ早くな。私が諸君に求めることは2つ。1つは本件を立件するのに十分な証拠を押さえること。2つ目はそれを短期間で行うこと。なぜかわからんが上はこの件にご就寝だ。我々は結果を出さねばなら。容疑者は回答団のリーダー。改めてこの男を徹底的に調べ上げろ。回答団ね。気持ちはわかるぞ。久々にアンドロに会えるんだからな。着いたみたいだぜ。なあなあ、
おかえり。おほ。ダウンよ。驚いたか。会いたかったぞ。久しぶりだな。少し背伸びた？元気そうでよかった。モルガナもね。にゃっさー。外は暑くなったか。マスターのコーヒーが冷えてる。なんでお前がトカゲなんだよ。サプライズ大成功だね。まったくお前ら、憎いことしてくれるじゃねえか。久々に会えるってのに、何もなしじゃつまんねえだろ。だからマスターに頼んで開店前に入れてもらったんだよ。元気そうじゃねえか。ご挨拶だな。アントシアそこらで変わるかよ。ああ積もる話もあるだろうが、そろそろ店開けるからよ。続きは上でやりな。お前の部屋だ。好きに使え。はいよ。その代わり後で店手伝えよ。よし、じゃあ全員アジトに集合。騒がしいのが帰ってきやがった。笑い事じゃねえよ。やっぱリュウジは期待裏切らねえな。この間の期末も赤点3つ取っちまってさ、マジで焦ったぜ。危うく補習で来らんなくなるとこだったわ。勝った。私1個しかなかったし。まったく相変わらずね。少しは真面目に授業を受けたら。お、生徒会長の鉄拳制裁来る？もうそれいい加減忘れて。大学ってやつは楽しいのか？ええ、充実してるわ。今のうちに基礎を固めないと。私も忙しいけど楽しいかな。野菜の品種改良の勉強したり。ほう、それはうまいのか。食いつくの早えな。てか春の学部は経営とかそっち方面じゃないのか？そうなんだけど、興味があれば他の学部の授業も受けられるようになってるの。農学の授業があってね、収穫量と土壌の栄養素の関係とか。うげえ、我が輩すぐ寝ちまいそうだ。双葉は学校はどう？ふん、余裕だ。満員電車と体育以外はだいぶ慣れたぞ。だろだろ、もっと褒めてくれていいぞ。で、肝心のお前は地元でうまくやれてんのか？そういうひょうひょうとしてるとこ変わってないね。まあ俺もそれなりにはやってんだけどさ、やっぱお前がいねえとピリッとしねえっつーか。そりゃ当然、私たちのリーダーだからな。だね。怪盗団魂は永遠ってやつな。それで夏休みはどう過ごすの？今日予定を決めるのよね。そうそう、それ決めなきゃ。夏休みの間はずっとこっちにいられるんだよね。やっぱ旅行じゃね。1ヶ月遊び放題なわけじゃん。あのね、宿題の存在とか忘れてない？う、それにみんなは高3でしょ。卒業とか進路のことだって言わないで。分かってるから、今だけは忘れさせて。相変わらずだな、リュウジは。話を戻すが、旅行なら京都がいい。寺社仏閣を回り、ひたすらスケッチに勤しむ。一月あればどれだけの芸術に出会えるか。歴史と伝統ある文化財が俺を呼んでいる。芸術系なら私はパス、あんま興味ない。てかさ、旅行もいいけど、まずは近場でキャンプとかしてみない？
昼は自然の中で思いっきり遊んで、夜はバーベキューとか。バーベキューにキャンプ？リア充限定イベと呼ばれるあれか。楽しそう。焚き火するなら薪割りは私に任せてね。ケーキ漬けにバーベキューで肉祭り、ありだな。どうよ。うん、セレブな食卓には彩りも必要だな。夏らしくていいわね。健康も考えて野菜は多めにね。バーベキューとなれば黙っておれ。歴史と伝統に触れるのはその後でいい。芸術より食い気か。それでいいのか、お稲荷。じゃあ再開祝いの第一弾は全会一致によりキャンプに決定。そうと決まれば。エマ、キャンプにいるもの教えて。キャンプに必要なものをリストアップしました。渋谷705近くに専門店があります。そこでの購入をおすすめします。お？なんだ今の。コンシェルジュアプリのエマだ。知らないのか。あ、聞いたことある。何でも教えてくれてすごく便利なんだよね。確か愛で動いてるってやつだろ。愛じゃなくて AI、 人工知能だよね。アーティフィシャルインテリジェンスの略な。あらゆる情報の検索からナビゲーション、スケジュール管理、果てはお悩み相談まで、聞きたいことを音声入力するだけで最適な答えを用意してくれるのが売りだ。テレビでも特集されてたわね。すごく優秀だから急速に普及したって。そうそう、なかなかよくできてる。リュウジの1万倍は賢い。うっせ。でもまあちょっと興味あったんだよな。うまいラーメン屋とか教えてくれそうじゃん。よかったらみんな入れてみろ。いろいろ便利だぞ。もしかしたら遊びに出かけた先で困った時使えるかもしれないわね。面白そうじゃねえか。お前も使ってみたらどうだ。はじめまして、エマです。あなたに会えて嬉しいです。あなたの名前を入力してください。ようこそ。私はエマ、あなたをサポートするコンシェルジュです。お、起動できたみたいだな。みんな友達申請しといたから、とりあえず承認よろしく。おすすめキャンプグッズと出てるな。これをそのエマが用意したのか。結構優れもんだろ。しかもただ選んでるだけじゃない。季節とか天候、個人のプロフィールや位置情報も参照して最適なものを考えて表示してる。マジかよ、アイすげーわ。だから AI ね。じゃあこのリストにあるものを手分けして買いに行かないとね。つっても明日でよくね。外クソ暑いし、移動でこいつも疲れてんだろう。せっかく集まったんだし、今日は久しぶりのアジトで食べろうぜ。ああ、話したいことはいくらでもある。特に近代芸術における問題点とその新たな可能性についてだが。おう、却下で。すみませんマスター、カレーまでご馳走になっちゃって。気にすることはねえよ。再会を祝してってやつだ。それにまたこいつが世話になるからな。よろしく頼むわ。こちらこそです。またお邪魔します。じゃあまた明日な。なんつーか、久しぶりに話せてよかったわ。明日は手分けして買い出しだね。俺らはキャンプ用品担当でいいんだよな。つうわけで明日は渋谷ブチ港前に集合な。じゃあな、忘れんなよ。店の手伝いも忘れるなよ。
さてと。このベッドの感触懐かしいぜ。みんな元気そうでよかったな。ご主人も相変わらずだったし、やっぱりいいよな。ここはキャンプはあさってからか。楽しい夏休みになりそうだぜ。にゃふふ、我が輩もだ。それじゃあもう寝ようぜ。おやすみ。お久しぶりですね。ようこそベルベットルームへ。この再会を喜ぶべきか悲しむべきか、とにかく今は務めを果たしましょう。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を結んだ者のみが訪れる部屋。あなたをここにお呼びしたのは他でもありません。あなたと、あなたが奪い返したはずの未来に危機が迫っていることを知らせるため。立ち現れた忌まわしきこの牢獄、そしてその罪人の姿が告げています。あなたが再び運命の囚われとなったことを。無理もありません。これはあなたが心の奥底で感じ取っていること。何者かが策動し、あなたを厄災に満ちた運命へと誘おうとしている。その邪悪な意志を前に、あなたの内なる声が叫んでいます。抗えと。我が名はラベンツァ。力を司る者として、あなたの行く末を見届けなければなりません。申し上げた通り、このままではあなたを待つのは破滅のみ。その運命に抗い、再び歪みゆく世界に立ち向かう覚悟はありますか？いずれ選択の時が訪れます。この先にはあの時と同じ、いえそれ以上の苦難が待ち受けていることでしょう。ですが私はいつもあなたのそばにいます。それを忘れないで。時間のようですね。いずれまたお会いしましょう。今はどうか良い夢を。Thank you.
やれやれ。じゃあ早速行くか。つかマジ今年の夏暑すぎ、早く店の中入って涼もうぜ。我が輩たちはバーベキューセット担当だったな。道案内は任せたぞ龍二。って俺もどこかはとアプリに聞きゃ分かんだよな。エマ。はい、お呼びですか。あー、あれだ、あれ昨日行ってた店に案内してくれ。目的地までのガイドを開始します。おお、地図出たぜ。そんな聞き方でわかんのかよ。こいつはなかなか便利かもな。よし、さっさと買い出し済ませて明日からの作戦立てようぜ。アリス最高。なんだ騒がしいな。イベントサジェスチョンです。渋谷705前でヒイラギアリスさんのイベントが開催されています。あ？んだ？サジェスチョンってつかアリスってマジかよ。ヒイラギアリスは日本のファッションモデル、アーティスト。キュートなルックスと色彩豊かで独創的な世界観で人気を博し、様々な分野で活躍中。ポップカルチャーの発信者として若者を中心に絶大な支持を集めています。ほう、芸能人ってやつか。そんなに人気なのか。あの騒ぎ見りゃわかんだろ。生アリスか、テンション上がるわ。お前ほんと相変わらずだな。ついでだしちょっと寄ってかね。マジで可愛いから。何何何やってんの。なんかショップのオープニングセレモニーだって。っていうかあれアリスじゃん、ヒイラギアリス。みんな今日は来てくれてありがとう。今日からここに私がプロデュースしたブランドショップがオープンだよ。誰でも一度は別の自分になってみたいって思う時があるよね。ここはその願いを叶えられる不思議の国、なりたい自分になれるワンダーランドなの。私と一緒に不思議の国に行きたい人はいるかな。ありがとう。じゃあ今日は特別に先着100人のみんなへ特別な招待カードをプレゼントしちゃう。不思議の国をもっと楽しんでもらえる魔法のカードだよ。喜んでくれたら嬉しいな。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、君にも。
やべえ、アリスの手触っちゃったよ。わ、君メガネ似合ってるね。ごめんなさい、楽しんでね。白いウサギは不思議の国への案内人。みんな遊びに来てね。やれやれ、すげえ人だかりだったな。いやー、よかったぜ生アリス、やっぱ超可愛かったわ。分かってねえな、それが他の芸能人と違っていいんじゃねえか。我が輩は安堵の一筋だからな、興味ないぜ。へいへい、そうでした。これで気は済んだか。さっさとキャンプの買い出しに行くぞ。待ってるって。そういやお前、カードもらえてたよな、あれって何だったんだ。にゃっ、リュウジはスルーされてたからな。うっせ、しょうがねえだろ、あんだけ人いたら。ヒイラギアリスのワンダーランド、ただの宣伝用カードみたいだが、ん、小さな文字で続きがあるぞ。エマの友達キーワードです、みんな私と友達になってね、だとさ。エマの友達キーワード、昨日双葉が使ってた機能じゃないか、友達になれるってやつだ。もういいじゃん、やってみろよ。キーワードを入力すればアリスと友達になれるってことか。カードに書いてあったやつじゃね、確かワンダーランドだっけ。キーワードが入力されました。ナビゲーションを開始します。なんか今変なって、お前その格好、お前もだ、見てみろよ。あ、マジか。え、どうやらここは異世界ってことになるな。おいおい、冗談だろ。あいつらさっき705にいたやつらか。ねえみんな、私のこと好き？それなら、みんなの願い、私にちょうだい！どうなってんだよ！考えてる暇はないようだぜ。突破するぞ、ジョーカー、スカル。やりゃいいんだろ、やりゃ相手になってやるよ。油断するなよお前ら、久しぶりの戦闘なんだからな。まずは体を慣らしながら勘を取り戻していくんだ。誰に言ってんのよ。その息だスカル、我が輩たちもやるぞ。ぶっ飛ばしてやるぜ。撃ち抜く、撃ち抜く、撃ち抜く。ジョーカー、お前の力見せ。See it coming. You see that my mind is just bad for life. You're not
いただいていく。ペルソナ奪え。いいぞジョーカー、このまま一気に行くぞ。まとめて肩をつけてやる。つうかこの服になるだけじゃなくて普通にペルツツナも使えんのな。シャドウはうじゃうじゃ嫌がるし、なんなんだよここ。この感覚ペルツナ嫌え。まさか今だ。チャンスだ。行くぞ。撃ち抜く。増援か。このままだと消耗が激しいな。環境を利用して戦おう。何か使えそうなものはないか。スカル、シャキッとしろ。チャンスだ。キリがないな。ここは撤退だ。逃げるぞ二人とも。敵が少ないのはあそこだ。一気に突っ走れ。つうかマジで何なんだよここ。ここはアリスのパレスかもしれない。パレスってあれはもうできないんじゃねえのかよ。だいたい異世界ナビだって俺らのスマホから消えちまって。我が輩にもわからん。だがそれ以外に説明のしようがない。モニターに映ったアリスを見ただろ。あれはどう見てもシャドウだ。ここはアリスのパレスで、我が輩たちはそこに迷い込んじまった。それが最も合理的な説明だ。くそ、とにかくやべえことに変わりねえってことかよ。何にしろもっと情報が必要だ。この辺りを調べるぞ。ここが本当にパレスなら歪みの核、お宝があるはずだ。それらしき匂いがなくもない。調べていくうちにいろいろとわかるかもしれん。それ次第で我が輩たちが取れる行動も変わるだろうしな。
やるしかねえな。捕まえたのですが、願いは奪えず、そのまま連れてきました。願いが奪えない？何それ。おー、君、ちょっとかっこいいね。ねえ、名前はなんていうの？ジョーカー、ジョーの質問にはちゃんと答えないと。やめろてめえ。ギャーギャーうるさいな。君も痛めつけられたいの？ああ、クソが、やってみろよ。つまんない。いいよ、こいつら廃棄しちゃって。思い通りにならないおもちゃに興味はないの。バイバイ。無事か？ああ、なんとかな。ちくしゅ、ひでえ目にあったぜ。つか、あの野郎、あれが本性ってわけかよ。いきなりぶん殴られてたけど、大丈夫か、ジョーカー？だな、あの野郎調子に乗りやがって。さっさと戻って一発かましてやんねえと俺の気が済まねえ。で、どこなんだよ、ここは。地下まで落とされたようだが、どうやらゴミの廃棄場らしいな。とにかく出口がないか、手分けして探そう。ゴミだらけじゃねえか、こんなとこ落としやがって。今はとりあえず進んでみるしかないな。この先も何が起きるかわからん。状況はこまめに確認しながら進もう。
こだここ。お前は誰だ？怪盗。怪盗か。私はソフィア。人の良き友人だ。そう、人にとってとても良い友達という意味だ。お前は人間か？名前は？ジョーカー。覚えた。ジョーカーはここがどこか。おい、今そっちでなんかって、どなた？何があったんだ、ジョーカー。あ、我が輩に何か用か。タヌキ。猫だよ。猫じゃねえよ。どっちだよ。てか何なんだこいつ。なんか妙な服着てっけど。友人？お前のか？私はソフィア。人の良き友人だ。お前もあのアリスってやつにやられたのか。わからない。記憶が消えてる。消えてるってお前。二人ともちょっといいか。あいつは何者だ、ジョーカー。記憶がねえとか言ってたけどよ。箱の中から出てきただって。手品かよ。さすがにおかしすぎんだろ。シャドウじゃねえみたいだな。敵意も感じないが。とにかくよ、まずは出口見つけようぜ。ここでうだうだやってても解決しねえだろ。困ってるのか。ああ、いつの間に。困ってるなら役に立つぞ。私は人の良き友人。人の役に立つために生まれた。助けてくれるってのかよ。そうだ、どんな状況だ。いや、なんか迷ってるっつか、出口を探してるっつか。出口？地下から出られればいいのか。ああ、ひとまずそうだが。オーケー、任せろ。出口を探してくる。おい、一人で行くな。どうするジョーカー。そうだな、いつシャドウに襲われてもおかしくない。大丈夫かよ、怪しさ全開すぎんだろ。まあ放置ってわけにもいかねえか。おい待て、シャドウに見つからないように気ぃつけろよ。でも見つかってるし。離れろソフィア。こいつらどっから湧きやがった。ここでやられるわけにはいかねえ。やるぞお前ら。なんとか切り抜けたな。ソフィアっつったっけ。怪我とかしてねえか。問題ない。だがなぜ襲われた。いきなり襲ってくるとは人に優しくないの。ああ、なんつうか説明できねえけど、あいつらはシャドウってやつらだよ。そして我が輩たちは怪盗だ。ここの主にとっては賊。排除すべき侵入者とみなされてるってとこだ。怪盗団、かっこいいな。そこかよ。気が抜けるコメントありがとうよ。てかここらはシャドウだらけっぽいし、行くなら一緒に行こうぜ。私が出口を探してくる。ここで待ってればいい。我が輩たちを助けてくれるのか。初めからそのつもりだ。ジョーカーは私を助けた。今度は私がジョーカーの役に立つ。私を使ってくれジョーカー。よくわかんねえけど、なんかいいやつっぽいなお前。どうするジョーカー。オーケー、よろしくなジョーカー。
それと猫と骸骨。誰が骸骨だこら。骸骨ってかただのヤンキーだけどな。てか我が輩この姿は猫じゃねえし。お前まで乗るんじゃねえよ。俺はスカルだ、覚えとけよ。我が輩はモナだ、間違えんなよ。なんで怒ってんだ。よし、慎重に行くぞ。ソフィアが巻き込まれると厄介だ。なるべく敵に見つからないようにな。ソフィアがいる。戦闘は避けたいところだが。あいつが邪魔なのか。まあな、ここ通らねえと進めねえし。オーケー、私に任せろ。あ、どうするつもり。ってお前何して。おい待てって。なんだ貴様ら、侵入者か。助けると約束した。悪く思うな。とにかく我が輩たちも戦うぞ。終わりだ。生き抜け、ペルソナ来い。よし、倒した。待て待て待て、なんかめっちゃ強えし、戦えんなら初めからそう言えって。聞かれなかったから。しかもその格好は一体なんだ。我が輩たちの変身とはまた違うようだが。怪盗団の真似をしたらこうなった。ああ、その格好だけじゃねえ、お前ペルソナ使いってことかよ。ペルソナ？さっきの戦いでお前が使った能力だ。あの箱みたいなやつさ。あれは武器だ、戦うのに必要だろ。ソフィア、お前は一体何者だ。私は人の良き友人ソフィアだ。それはもう聞いたっつの。わからねえことが多すぎるな。だがのんびりしてる余裕もない。とにかく今はここから出るのが先決だ。そうだな、今のでまた敵が寄ってきたらめんどくせえし。つか戦うのも協力してもらおうぜ。あんだけやれりゃ問題ねえだろ。ああ、脱出方法がわからない以上戦力は多い方がいい。頼めるかソフィア。オーケー、任せろ。無理はしない。んじゃあ行くか。頼んだぜちっこいな。了解した。そうだ、体力には注意しておけよ。
何か回復できるものを持ってないか。